ええー、こんにちは。黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、音楽著作権について一回まとめたんですけど、二つのビデオでですね、まあ、ちょっとコメントもいただきまして、僕もあの、カバー権について結構適当なこと言ってたんで、えー、今回もう一回、えー、ちょっとまとめ直してみました。まぁいろいろやっていく上で、まあこう、まあ、基本申告罪っていうことでですね、相手側が、こう、申し立てをしない限りは、まあ、基本、 罪に問われることは基本ないということなんですね。で、個人アカウントで YouTube では上げてる分には、そんなに言われることは基本はないんですが、ただまあ一応著作権を侵害してるっていうところは自分で認識していただきたいなというふうに考えています。で、作曲作詞の著作権とカバー申請権、これですね。えー、カバーって僕は適当にしていいと思ってたんですけど、あのー、実際に作品で えっと、マネタイズする場合はですね、ちゃんとカバー申請しなきゃいけないということですね。で、現番権っていうの、これはこれはこの間もいろいろお話ししましたが、えー、もともと演奏してる人たちの権利もあるわけですよ。で、YouTube その他でですね、えっ、ー、と、こう、プラットフォームでやるときですね、そういったところで、えー、著作権をその YouTube が包括で払ってくれてるので大丈夫っていうふうに皆さん思ってるんですけど、それに気をつけなきゃいけないシンクロ権っていうのがあるっていうお話でございます。それでは始めていきましょう。 はい。申告罪っていうのは、このちょっと名誉毀損罪とか侮辱罪とか、まあちょっとややこしいお話があるんですが、まあ、被害者のプラバシーが侵害されるなどの不利益が生じる恐れがある犯罪のことを絶対的申告罪ということです。まあ、要は、その、まあ結局、自分がこう、なんかこう、申し立てして裁判になった時に結構自分にもまあ不利益が生じるっていうものに関してそういう申告罪というふうに言,う言いましてですね。ただその、 新会社の、まあ、著作権に関しては TPP11 でですね、新会社の目的が財産上の利益を得ることや優勝、優勝著作物の販売利益を損なうこと、えまあ、この、ちょっとややこしいことがあるんですが、この3つに該当する場合は申告罪じゃなくなるっていう話がちょっと決まってたりするんですけど、まあ、言うても基本は申告罪ということで、えー、著作権を持ってる人がこれあかんじゃないかって言ってこない限りは、えー、罪に問われることはないということなんですね。 で、基本分からなかったら自分でジャスラックに電話して聞いてください。あの、一応まとめましたけど、まあ、根本の考え方はまとめましたけど、えー、やっぱり何かやるときに僕に聞かれてもね、僕が全部分かってるわけじゃないんで、ジャスラックに聞くのが一番早いですよ。ジャスラックさんめちゃくちゃ親切ですから、えー、すごい聞くとね、めちゃくちゃ丁寧に教えてくれるんで、えー、こうしたらどう、こうしたらどうっていうふうに言ってくれるんで、ぜひジャスラックに電話して、僕ジャスラックに電話するの好きですからね。 えー、個人アカウントってことで,ですね。まあ、個人で商業でやってないなら、これがまた YouTube はちょっとそのね、えー、広告宣伝っていうのが出てくるとちょっと微妙なラインではあるんですけど、まあ、とはいえ個人でやってる分にはまあいいんじゃないかっていうところで、まあ、ものすごい YouTube ってもう世界各国にいっぱいあるわけじゃないですか。かそのいちいち言ってられないから、まあいいんじゃないのって放置されて伸ばなしっていう状況がまあ普通であるということですね。でまあ、 実際見たとしても、まあ、面白かったらいいか、みたいな感じで、まあ結構許してるんじゃないかっていう、これまあミュージシャンとの見解なんですが、音楽は作曲者の、まあ作品で作曲者のものであるということですね。これまあ作詞でもそうなんですけど、基本の考え方は自分がその作曲の権利を持ってた時にどう思うかっていうふうに考えていただければいいんですね。 えー、作曲、作詞の著作権ですね。まずは作曲した人、作詞した人に権利があるんですよってで。その曲をどのように使っていいかは本人が決めてよい。だからあなたが何か作品を作りました。ね。で、その曲を勝手にいろんな人が使って、自由にこう切り割りしたりとか使って、か嫌じゃないですか。みたいなね。なので、それがどれぐらい、まあ、最初からその人がもう、これは人が演奏しちゃいけないって決めてしまえば、本当にいけないんですよ。何であろうが。 え、どういうことであればダメなんですよ。で、まあでも作曲ってやっぱすると、それをやっぱお金に換えなきゃいけないし、まあどれぐらい許可するかっていうのは、えー、Jasraq とか、え、今最近では Nextone っていうところも、え、取り扱いをしているので、そっちの、え、プラットフォーム、一応、 説明欄に貼っておきましたんで、そこから調べてもらえばいいかなと思います。そうするとね、配信は OK とか、配信はダメだとかね。で、こういう使い方はいいですよっていうふうな本人たちが決めてるっていうのを、それをまあ調べるっていうことですね。要はだからその、有名な曲なんで、他人が作った曲なんだから、それを自分が演奏するということは、えー、その人に対して敬意を払いましょうということですね。 で、カバー申請。これはですね、僕も間違えてたんですけど、作詞作曲をした人が曲を改ざんされた、あなたが作ったとしてで、それを勝手にパロディにされて遊ばれたら嫌じゃないですかみたいなね。で、ストレートカバーは大体 OK なそうなんですよ。だからカバー申請っていう申請の書類があるので、それでやっていただければいいんですけど、で、ストレートカバーっていうのは、まあ、要は基本形を変えずに、で、少しをコート変えたりとかする分には、まあ別に全然大丈夫なんですけど、 ただその、大幅に、例えば2番カットしてるとか、えっと、例えばこう、大幅にこう、順番変えてたりとかすると、これはですね、あの、海外の曲の場合は、その本人にやっぱり渡るんですね。ところがまあ、ストレートカバーの場合は、もう日本に、まあ大体こう、日本にもその支部があるわけですから、その会社の。だから、え、そこからそのまま帰ってくるんで、すぐ通ることが多いらしいんですけど、 がっつり改ざんされてると、なかなか帰ってこない。本国に行って、実際本人が、本人とかそこの会社の人が聞いて、OK を出すか出さないかっていう形になるので、時間がえらいかかるそうです。なので、カバー申請っていうのはまた別個にあるということですね。 じゃあでカバー申請で偉い書いてたらどうなるかって言ったら結局ここもだから申告罪なんですね。だから夫人でまあ放置されてるって感じですね。ああだこうだ切り張りしてもまあ文句言わないよ。ああ最近だからあのうちで踊ろうあったじゃないですか。だからあれなんかもだから結局作って 要は一緒に踊ってほしいっていう、ね、家で、そのコロナで家で、そういう風にっていう風になるんだけど、あれカバーしてて、顔だけ切り取ってね、あの、表情で、豆腐が、豆腐のあれが開かないとか、なんかすごい、いろんなビートで叩いてるめちゃくちゃ面白いけど、あれって本人どこまで、でもまあね、あの、星野さんはすごいこう、懐っきい人っぽいですから、全然大丈夫そうですけど、それを嫌と思うか思わないかっていうだけの話なんですよ。 だからそこですね。だからそこは、だからその、えー、まあ本人に聞くのが一番早いですけど、これまたブヘ蛇っていうのもあって、本人に聞かなければ会社では OK 出たけど、本人に聞いたらやっぱり嫌だって言われたらこれは終わりだったりとかすることもあるそうです。 現場案件ですね。これ演奏した人に権利があるんですよ。演奏した人がね、自分が演奏して、もし、例えばこれ考え方として、あなたがピアノを友達のうちで演奏して、その友達が勝手に録音してたと。でその友達が勝手にいろいろで販売してたってなったら嫌じゃないですか。ね。 で、ましてや、その、自分の演奏よりもそっちの方が売れてるとか、嫌じゃないですか。なので、えー、っと、演奏をした人っていうのは、まあ、基本は、ま、会社で録音すると、会社で給料出るわけですから、そのお給料ももらった時点で、その原版権っていうのはその会社に。で、そうするとその、 まあ、ソニーさんが作ったとしたらソニーさんが全部その演奏の原版権を持っているということです。それカラオケの演奏であったりとかすると、カラオケの演奏っていうのは僕も制作手伝ってますけど、ええー、やっぱりギャラも出るわけじゃないですか。だからその演奏している原版権を、その、例えばジョイサウンドさんだったらジョイサウンドさんが持っているわけです。えー、まあ、その、打ち込みだったら打ち込みをする人のためにはお給料払ってるわけだから、そこの制作したものは、やっぱりそのジョイサウンドさんが持ってるわけですね。 だから、CD の著作権っていうのは、例えば、こう、CD を買ったら、それはどこでもかけてもいいじゃないかって言ったら、じゃあ CD を買ったら、それを YouTube にそのままリッピングして載せていいのかって言ったら、それ困るわけじゃないですか。その人が個人で楽しむとこまでの分の金額なんですよ。カラオケで歌うのは、なんでカラオケでお金を払って歌ってるのに、それ YouTube で開けちゃダメなんだって言われるコメントがありましたけど、それはカラオケの場で歌うとこまで許してますよっていうことなんですよ。なので、その、結局ジョイサウンドが作った原版権を 勝手に要はまあ、自分の声が入って上に上げてるってまあいいんだけど、だけどジョイサウンドさんが作ったものだから、ジョイサウンドさんの持ち物なんですよ。ね、その音に関しては。だからジョイサウンドさんがいいですよって言えば使ってもいいし、ダメですよって言ったらダメなんですよ。だから、その、それはもう作った人がもう裁量権があるということなんですね。 で、YouTube とかその他ではですね、えっ、ー、と、1 7ライブとか最近流行ってますけど、あと、Instagram。これちょっと有名なやつだけちょっと僕が知ってそうなの、うん、僕が有名だなと思ったやつだけちょっと書き出してみましたけど、ツイキャス、ツイッチ、デイリーモーション、TikTok、ニコニコ動画、Facebook、YouTube、9 l i n e 楽天ライブっていうのは、これはもう、諸だけ包括にしてくれてるんですね。で、ブログもあるそうなんですよ。ブログも、だったらアメブロとかね、この辺のブログなんかだったら、えっ、ー、と、要は、 管理楽曲の歌詞掲載が可能なサービスとかっていうのも、で歌詞の部分も OK が包括でちゃんとやってくれてるみたいなんですね。あ全然いいんですけど。ただ、海外の曲はシンクロ券っていうのがあるっていうことですね。これが、えー、結構ね、怖いんですよ。えー、っと、聞いた話だと、その商用で使ってたら、もう、ね、 自動的に何十万という請求書が来て、しかも全部英語で裁判なんで大変だったっていう話を聞いたことがあるんですが、まあ YouTube で個別だったらまず、まず間違えない、まあそうでもないかもしれないですが、あの停止されるとかね。最近はね、あのコンテンツ ID って言って、音の音列を理解して、この曲はあの著作権、この人の著作権だっていうことがわかると、もうその、行くんですって。 で、その人たちが、こう、自分でそこで採決するか、もう自動で停止にしてくださいとか、自動で、まあ、やめてくださいとか、自動で、こう、折半にしてくださいとか、あのー、アカウント停止にしてください、アカウントじゃなくて、その、その動画自体を停止してくださいとか決めれるみたいで、でも自動的にもう、あっという間に決まります。うん、この間、あのー、梅沢美空ちゃんとライブしてた時も、えっ、ー、と、ライブの、この、 ライブ配信は大丈夫なんですよ。だから Facebook でライブ配信でやったんですけど、あえかい、アーカイブで残すと、これダメなんですね。シンクロ券になっちゃうんですよ。作品になっちゃうから。で、ライブは演奏の著作権だから、Facebook は著作権払ってるわけですから、まあ、OK なんですけど、シンクロ券っていうのが出てきて、もうすぐ来ましたね。演奏が終わった途端にア部残さないでくださいっていう連絡が来ましたね。 スライドショーはシンクロ系に該当しないということで、演奏してる、自分たちが演奏しているところの動画はダメなんだけど、なんかこう、写真のスライドショーで作ってるものっていうのは別に大丈夫だそうですね。 ここがちょっと怖いところですね。シンクロ、海外の曲やるのはすごい難しいんですが、日本の曲に関しては自分たちが演奏、全部演奏する分には構わないということですね。だから自分で弾き語りしたりとか、ギターで弾き方したり、ピアノで弾き方でしたりとかは全然 OK だし、バンドでやることも全然関係ないんですが、まあ、要は、僕もすごく気をつけてますけど、まあ CD 自分が持ってるやつと、こう、まあ合成して叩いてみたっていうのは基本原版権侵害なんで、まあ、個人アカウントだし、 許してくれるかなと思いつつも、やっぱりその本人たちの、やっぱり、やっぱりその演奏に対するやっぱりリスペクトがやっぱあるんで、そこに関しては、まあできるだけやらないようにして、OK が出たものだけとか、OK が出てるものだけ探してやってます。あとはまあ自分たちの演奏ですね。だからジャズなんかだと古いやつだとよっぽどシンクロ圏とかないと思うんですけど、ただまあ一応、まあシンクロ圏侵害はしてるってことですね。で言われたら、ごめんなさいで済む場合と、ごめんなさいで済まない場合があるという。 ですね はい。というわけで、まあ僕の今までの知識で、こう、今、いろんなプロデューサーさんとかにいろいろ聞いてみました。なので、え、これ改訂版で今のところ、えー、こう、YouTube に上げてみようと思う方は、こう、音楽関係を制作する場合にはこういうふうにしていただければいいのかなと思います。大体こういう感じ。で、わからなかったり際だいとか全部自分でジャスラクさんに電話して聞いてください。めちゃくちゃいい人いっぱいいますから。ね。ぜひ聞いていただきたいなと思います。えー、というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。 今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。 ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。